しげるとも神社、しげるとも神社、しげるとも神社、しげるとも神社は、しげるともを社名とする神社、千葉県内に三社がある。縁起式神明朝に、下宇佐国葛鹿群、諸神社と記載される、式内社で、千葉県の以下三社が論社とされている。このほか、流山市の諸神社の文社である、埼玉県吉川市三輪の江の三和神社も、式内、諸神社と称されることがある。 上記四社のうち、流山市と松戸市の茂友神社は、大物主名を主祭神としている。吉川市の三和神社は、大名虫の村が主祭神であるが、これは、両神が同神であるとされるためである。これらのことから、社名の、諸は、大和国三輪山の旧名、御所山の諸のことであるとされている。三和山の麓には、三和山を、神体山とする。 大宮神社があり、大物主名を祀っている。船橋市の茂友神社は、この花咲くや姫命を祭人とする。いずれの神社も、創建の由緒は不詳である。諸神社の国史の所見は、日本三大実録の上岸13年11月12日上、諸神に15以上の深海を授けるという記述である。その後、元行3年9月25日に、 生後以上を授けられた。演技式神明朝には、下宇佐国葛鹿群、諸神社と記載され、勝者に列している。慶長3年、江戸川の開け放りにより、玄流山市の諸神社の市地が分断されたため、玄奈年間、江戸川西岸に文社が作られた。これが、現在の吉川市の三和神社である。ありがとうございます。